こんにちは。最近学校に遅刻しそうになったゆっくり霊夢と、無遅刻無欠席なゆっくりマリサと、スプラトゥーン3のために学校をサボったゆっくりヨウムミョン。いや、何してるの？まあ私もスプラトゥーンをやってて遅刻したんですけどね。あ、こいつらもうダメかもしれない。いやー、スプラトゥーンマジで面白いですよね。まあ確かにそれはそうだな。ちなみに霊夢はどの武器が好きミョン？いや、まだ私チュートリアルですけど。ちなみにどのくらいプレイしたの？だいたい30分ですね。あの、みんな早くプレイしたくて適当に選ぶやつで30分かけるやつ見たことないミョン。ちなみにそれで力尽きてその後はやってません。絶対君今からでもブックオフとかで売ってきた方がいいよ。こいつスプラを着せ替えゲームかなんかだと勘違いしてるミョン。ということで早速本題に入るんですけど、皆さんはこの動画を覚えていますか？投稿したのはだいたい3週間前だから覚えてない人も多いと思うので。というか急にこんな昔の動画を引っ張り出してきてどうしたミョン？まあまあまあ、ちゃんと今回のメインに関係してることを説明してるだけですよ。まあリスナーさんはサムネを見てだいたい内容は知ってると思うので簡潔に説明すると、白クルさんに急上昇1位取ったらジョジョエンを奢ってくれると言われる。そしてその後すぐに白クルさんが急上昇1位を取る。そして逆に私が白クルさんに奢ることになる。ということで焼肉行ってきました。おやっといてたのか。まあでもこの写真に違和感を感じた人はジョジョエンプロなんですけど、ここジョジョエンじゃないです。いやいやいや、ジョジョエン行く約束してたんじゃないの？それがですね、最初は私もジョジョエンに行こうと思ってたんですよ。そして待ち合わせする駅に向かってたら、あれ？そういえば私ジョジョエンの予約してなくね？ってことに気がついて急いでジョジョエンの方に今空いてますか？って電話したんですよ。そして帰ってきた答えはなんと、ジョジョエンは今2時間待ちです。うわぁ、どうしよう。おい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 、これ2時間さすがに待つのは無理だって。いやぁ、じゃあどうすればいいんだって思ってスマホで調べた一番近くの焼肉屋に行きました。おい、こいつめちゃくちゃヤバいことしてるって。ちなみに Google のそのお店での説明ではお手頃価格って書いてあったんですけど、全然余裕で1万円超えました。おい、何がお手頃価格だよ、おめえ舐めてんのか。それはスタミョン。ということでジョジョエンじゃないけど普通に1万円超えて私の財布が死んだのでセーフですね。ちなみに今の手元にある金額は2000円ですね。リアルな金額すぎるミョン。というかジョジョエン行けなくてマジでごめんなさい。私からジョジョエンに怒っておきますね。いや、予約を忘れた君が原因だよ。まあまた今度お金が貯まったらおごるので行きましょう。いや、霊夢にお金が貯まることなんてある？多分ない。おい、まあリアルなことを言うと私が10万人行ったらまた行きましょう。その時はちゃんと予約するので。ちなみに前リスナーさんからスパチャで白クルさんにカップラーメン渡してくださいって来てたのでしっかり渡してきました。というかなんか白クルさんからもカップラーメンもらったんですけどね。お互いカップラーメンを交換しただけになっちゃったのくさみょん。あ、そういえば白クルさんはポケモンセンターに寄ってたみたいなので、なんかポケカのパックもらいました。ちなみに白クルさんは5000円でボックスを買って3万円のカードをゲットしたみたいです。大勝ちで草。これは白クルさんにパックをもらって開封してる時の動画なんですけど、私があまりにもコミュ障を発揮してたので音声話です。ちなみにこれ誰が撮影してるミョン？撮影は白クルさんで開封してるのが私ですね。ちなみに私は開封が下手すぎてゴリ押しで開けようとしてます。これ絶対白クルさんに開封してもらった方が良かったので。とか言ってたらカードが出てきたミョンね。ポケカやらなすぎて当たりか外れかわかんないですね。まあもらったのをきっかけにポケカ始めますか。多分絶対それやらないやつなので。それじゃあ一応ポケカ実況者みたいにこんな感じで見せておきますか。絶対このシーンいらないミョン。ということでポケカを開封したり、あとはマイクラ運営に媚びを売って公式番組に出れるようにグッズを買いましたね。いや、白クルさんは呼ばれてもお前はずっと喧嘩売ってるから絶対呼ばれないぞ。あ、でもそもそも私公式に呼ばれるほど知名度なかったわ。そっちの方が悲しいミョン。じゃあ運営にお金を渡せば。そういう発言するから呼ばれないんだよ。ということで今日も今日とてコメント返信していきますか。まずはスパチャからミョン。それじゃあ一つ目、ジョジョエン代の足しにモンスターで体壊すといけないので焼肉にしてください。バイ11。スパチャありがとうございます。はい、どうも中学生に養われてる系実況者です。あとジョジョエンに行けなくてごめんなさい。マジで予約忘れやらかしたわ。10万人行ったらまた行くと思うから、よかったらチャンネル登録お願いします。このお金はまた今度ジョジョエン行くように貯めておくミョン。本当にごめんなのぜ。それじゃあ二つ目、復帰やった。スパチャありがとうございます。復帰したのでバリバリ頑張って喧嘩売りまくるわよ。いや、喧嘩は売らないでちゃんとマイクラ実況してくれなので。いやです、一応普通のマイクラ実況の撮影はすでに終わってるんだけど、喧嘩売ってる動画の方が編集が楽しいんだよね。もう喧嘩売りすぎて性格がひねくれてるミョン。それじゃあ3つ目、2回スパチャできるのかな。スパチャありがとうございます。おい、1動画で2回スパチャしてるモサイルって大富豪すぎて草なんだぜ。ちなみにスパチャの上限っていうのは1日に5万円で1週間で20万円らしいミョンね。おい、誰がこんな金額払うんだよ。絶対誰も
使ってないので。それじゃあこれで今回は全部のスパチャを読み終わりましたね。じゃああとは通常コメントを読んでいくので。それじゃあ一つ目。結果的に、喧嘩売るのは正解だった説。コメントありがとうございます。ワンチャン喧嘩売ったのが正解だったのかもしれないわね。いや喧嘩は売らないでほしいので。喧嘩を売り始めてから関わりがない人とも話すきっかけができたにょんね。私は喧嘩売り系になってなぜか人気になれたけど、今から YouTuber になる人に言っておくと喧嘩売り系はやめておいた方がいいよ。だってほぼ 100% 炎上するじゃん。こいつがバグってるだけで普通は燃えて大変なことになっちゃうからやめとくのぜ。それじゃあ二つ目。起きててよかった。コメントありがとうございます。そう私の動画投稿する時間はクソ遅いから夜更かししてる人にはぴったりなんですよね。いや普通は学生が学校から帰ってくる16時ぐらいに投稿するべきだからね。普通は投稿してすぐが一番伸びるのにうちのチャンネルは投稿してその次の日に伸びるにょん。絶対これを昼に投稿したらもっと伸びるでしょ。だからもっと早く投稿しろって言ってるんだよ。それじゃあ三つ目。OP が早い。コメントありがとうございます。前までオープニングを5分ぐらいのところで入れてたから急に早くなってリスナーがビビってますね。いやこれが普通にょんよ。前まで遅かったせいでリスナーもバグってきてるのぜ。まあ最近はだいたい少し雑談してからタイトルのネタに入る前にオープニングを入れてますね。オープニングは結構前からあれだけど変えようとかは思ってないにょん。いやちょっと前から変えようと思ってるんですけどめんどくさくて作ってませんね。はいここでも霊夢のめんどくさがり癖が出たのぜ。こいつグッズも作るのめんどくさいって言って放置してるにょん。それじゃあついに編集するのもめんどくさくなったので尺稼ぎに入りますか。いや全然ダメだよ。あんなので尺稼ぎしてる人いないからね。あれ文字を打ち込むだけだから楽なんだよな。さにょん。それじゃあバイバイ。え？